あと3日で一体どこまで仕上げればいいんでしょうね。やあやあ、みんな、おはようさ。はあ、おはようさんってもう昼過ぎですけど、本当に寝起きって感じですね、おわりさん。なんですか？また僕に無茶ぶりですか？でもこれ以上、作業は無理ですよ。いや、本当に。なんだい、そんなに警戒することはないじゃないか。何、別に君に作業を振ろうってわけじゃないから、安心してくれたまえよ。うん、そう言われて安心できた試しがないんですけど。で、何か僕に用ですか？あ、今回話があるのはレイジ君だけじゃないんだよね。おい夏美、ちょっといいかい？あの、夏美さん、尾張さんが呼んでますよ。おい、夏美！なに？何か用なの？用があるなら声をかけてくれればいいじゃない。ああ、そいつは悪かったね。実はさ、夏美に折り入ってお願いがあるんだよね。いやよ、断るわ。まあ、そう言うなって。これは夏美とレイジ君のコンビにしかできないことなんだからさ。私とレイジに？まあ、私とレイジにというのであれば、とりあえず話だけなら聞いてあげてもいいわよ。それで、何なの？うん、君たちも8月31日にサブ生放送をやることは知っているだろう？ええ、おかげで死にそうな目に遭っているもの。これ以上作業を増やすのであれば終わり。あなたが8月31日の朝を迎えることはないでしょう。はっはっは、これ以上作業を増やすつもりはないさ。サブ生放送に向けての作業じゃないんですか？だったら一体何？簡単な話だよ。サブ生当日の番組のパーソナリティをレイジ君と夏美の2人にお願いするだけだからさ。じゃあそういうことだからよろしく頼むよ。うん、快諾してもらって助かったよ。はっはっはっは。ちょっと待ってくださいよ。サブ生放送ってつまり生放送ですよね。ネットで配信ですよね。それに出ろってことですか？無理よ、絶対に無理。生放送なんてできるわけないでしょ。そうじゃなくてもスタッフロール作戦で美少女黒天使とか名乗った勘違い女なのよ。絶対。そうですよ、あの放送以降大学の知人からのメールが急増してるんです。新学期が始まるまでおとなしくしていたいんですよ僕。そうよ、私なんて誰に聞いたのか知らないけど母親から電話がかかってきたのだから、もう最悪よ。うん、あの生放送はなかなか反響が良かったからね。
うちのホームページのアクセス数も前月比で10万%もアップしてるからさ。それは先月までは僕たち以外見てなかっただけですから。とにかく私はこれ以上ネットで顔を晒すつもりはないわ。だいたいなんで私なのよ。そんなのイーダシップのあなたがやることでしょう。いや、最初はそう思ってたんだけどね。俺が生放送なんてやったらほとんどが放送禁止用語になるから、ずっとピッピッ音を入れなくちゃならないじゃないか。いや、そこは放送禁止用語を控えればいいじゃないですか。そしたら俺じゃなくてもいいだろう。俺の持ち味が活かせないなんて、まったく世知辛い世の中だよ。まあ確かに変態は NG ね。最悪配信が中断してジャッジメントセブンがどこ座の団体に訴えられないとも限らないし。じゃあイルカさんなんてどうです？ほら、副代表みたいな存在ですし。なあレイジ君、イルカが生放送をして何かが視聴者に伝わると思うかい？だったらユウナはどうなの？ほら、あの子可愛いし、女子高生だし、巨乳だし、私なんかよりネット受けはいいと思うわ。そうですね。もしかしてファンクラブとかできちゃって新作の売り上げに貢献しちゃうかもしれませんよ。いや、ユウナは今回は裏方に徹してもらうつもりなんだ。原稿のナレーションを読んだり、スライドを操作したり、そういった普通のことを任せられるのはユウナだけだからね。ま、それにユウナは9月からいろいろあるからさ、ここでネットに露出させるのはやめておきたいんだ。そうね。というか、あの子をネットに出したら変なストーカーとか現れそうで怖いし、危険だわ。それじゃあ浅野さんなんてどうです？大人ですし、ちょっと強そうだからストーカーも現れませんよ、絶対に。確かにそうね。まあ残念な結果に終わる可能性はあるけど、それは仕方ないわね。おいおい、恐ろしいことを言わないでくれよ。浅野が生放送に出るなんてなったら、一曲歌うとか言い出す程度じゃ済まないじゃないか。そんなことになったら本当に訴訟を起こされるじゃないか。だから今回はBGM と SE を担当するってことでなんとかごまかしてるんだからさ。わかりました。確かにジャッジメント7のことだけでなく、視聴者の健康も考えると浅野さんはなしでいきましょう。残るはタチアナだけど、今は北海道にいるし、生放送に出演させたところで途中で寝るか、飽きてガジガジ君を食べ始めるか、まあどっちかですね。それに中学生だし。ちょっと、それじゃ誰もいないじゃない。なんていう人材不足の会社なのよ、うちは。だからこそ君たちの出番ということだよ。ジャッジメント7の新ディレクターレイジ君と看板絵師夏美のカップリング、絵的にもお似合いだと思うけどね。いや、でも。私とレイジのカップリング、絵的にもお似合いそれは一理あるわね。どうやら夏美は引き受けてくれそうじゃないか。だったらディレクターとして、いや男として、うちの看板絵師を支えるのは君の使命だろ。いや、でも僕自信ないですし、話も下手だし、花もないですし。まあ初出演でそこまでのことは期待してないよ。そつなく普通にこなしてくれればそれでいいさ。いざとなれば俺もフォローするし。あとそれから、通常の業務とは随分と経路の違う仕事だからさ、引き受けてくれたら二人に特別休暇のボーナスをあげよう。特別休暇？実は知人から温泉旅館のペア宿泊券をもらったんだけど、ほら
俺行く相手いないし、まあ君たち二人なら同室でも別に気にしないだろ。温泉宿泊ペア同室仕方ないわね。引き受けてあげるわ。だって新作の売り上げのためだし、ここは私とレイジで何とかしましょう。ということだそうだ、レイジ君。いろいろとしっかりよろしく頼むよ。それでレイジ、温泉のことなんだけど。いきなりその話ですか？サブ生の放送をどう乗り切るかの話じゃなくて？何よ。まさかこの私が温泉ペア宿泊券同室一泊に釣られたとか、そんな風に思ってるんじゃないでしょうね。何よその目は。私が浮かれた勘違い恋愛の女にでも成り下がったとか、どうせそんな風に見下しているのでしょ。いえ、さすがにそこまでは思ってませんが、というか僕も今若干浮き足立ってますし。そう。でもまあ落ち着きなさい。がっついてると程度が知れるわよ。それで温泉のことなのだけど。いえ、そもそもその前段階の話をすべきかもしれないわね。前段階ですか？そうよ。ほら、最終決戦の前にそのいろいろとあったじゃない、私たち。そうですね。ただあの後、宮城さんの事情聴取やらワールドエンドヘブンの開発やらであなたとはゆっくりと話す機会がなかったし、そのあの時のことはその場の勢いでっていう可能性ももしかしたらないのかもしれないと思わなくないし、ほら映画とかでよくあるでしょ。映画ですか？そうよ、映画とかで事件に巻き込まれた男女が危機的状況の中でなんか勢いでそのあんなことしたりこんなことしたりするでしょ。何よこんな時にメールなんて。なんでどうしたんですか、夏美さん。それが実家の母からなのだけど、31日のサブ生放送楽しみにしてるってなんて知ってるのよ。会社のホームページを見ましたですって。なんで。終わり。殺す。温泉のチケットを受け取ったら殺す。
こうなったら仕方ないわね。せいぜい恥をさらさないように当日の進行をきっちりと決めて台本を作るわよ。そうですね。幼子であった我が弟子レイジーもついにサブ生デビューの時を迎えたというわけか。師匠として感慨深いものがあるぞせいぜいさらされるがよい。僕たち出会ってまだ3ヶ月程度ですから、親戚のおじさんみたいなこと言わないでください。盛り上がりに欠けるようだったらいつでも浅野さんの生歌で番組を盛り上げてあげるわ。アイコンタクトでサインを送ってよね。ユーノはレイジ君たちの作った台本に合わせてナレーションしたり画面を切り替えるからね。あとトークが長引いてきたらサインを送るから巻き巻きでね。それじゃ、レイジ君、夏美、しっかり頼むよ。この瞬間、君たちはジャッジメントセブンの広告塔なのだからね。今後の売り上げを左右すると言ってもいいだろう。変なプレッシャーかけないでください。とにかく、事故らないように、なんとか乗り切るだけです。過度な期待はしないでくださいよ。おい、レイジ、夏美、お前たちがドジをすると、ターニャが学校でバカにされるから、しっかりやるのだぞ。分かってるよ。ていうか本番中はおとなしくしてろよ。分かってるのだ。生放送中はコメントを書き込むのだ。くだらないコメントを書き込んだら晒すわよ、タチアナ。いいわね。分かってるのだ。始まってるんですかね。どうやらそのようね。ほらこの画面オンエア中になってるし。うわ、ほんとだ。こんばんは皆さん、ジャッジメントセブンです。アルバイトディレクターの午前0時です。はい、結城夏美、絵師です。僕たちのサブ生放送をご覧いただきありがとうございます。本日はジャッジメントセブン最新作の情報をドドーンとお見せしちゃいますから、お楽しみにね。いやー、これ夏美さんのセリフでした。まずはこちらの映像をご覧ください。切り替わってないし。いきなりトラブルのようですね、夏美さん。そのようね。夏美さんはジャッジメントセブンに入ってどれくらいでしたっけ。なぜそんなことを聞くの。僕は実はアルバイトなんです。そんなことは知っているわ。あ、こ
こは驚くところよね。嘘、すごい。アルバイトなのにディレクターなの？ジャッジメントセブンってどれだけ人手不足なの？あ、レイジ君、 PC 再起動したよ。どうやら映像の準備が整いましたので、こちらをご覧ください。ジャッジメントセブン最新作の予告ムービーです。来たれ、超絶輪剣エクスカリバー、エクスタシーZ フルバースト。うおー、俺混沌は正義、混沌は愛、美少女黒天使夏美、カオスな世界へご招待よ。ちょっとなんでこの映像なのよ。美少女黒天使夏美再放送期間なり、やはり何度見ても入ってないようにしか見えないなりゃ。あれれ、おかしいな、このムービーじゃなかったっけ。でもまあいっか。では次はこちらのスクリーンショットをご覧ください。この画像はワールドエンドヘブンに登場する組織ジャッジメントナイツの。ちょっと何よこれ。この写真はディレクターのレイシ君とデザイナーのなっちゃんのラブラブショットです。撮影したのは世界さんです。この二人に何があったのか知りませんが、朝になるとこの状態だったから、きっと夜のうちにすっごいことをして疲れて寝ちゃったんだね。いや、すっごいことなんてしてませんから。っていうか、何も変なことしてませんから。そうよ、この時は画集を見ていたらうっかり寝てしまっただけで、まだ変なことなんてしてない。まだしてないそうです。ということで、ジャッジメントセブンでは社内恋愛は自由、行けるところまで行っちゃって OK なのです。2人がどこまで行っちゃったのかはわからないけどね。どこにも行っちゃってないですから。そして次の写真はこれです。これ、オワリさんの仕業ですね。なんてことしてくれてんですか。だって30分経ってもコメントが伸びないなら、その時は俺プロデュースの番組に切り替えるって言ってなかったっけ。聞いてないですし、この写真はまずいですよ。そうね、まずいわね。女子高生の膝枕で幼女を抱き枕にしているなんて、こういう人をこの国ではなんて言うんだったかしら。確かロリコン、あるいは変態。いや違うから。っていうか、幼女を抱き枕にしてるんじゃなくて、幼女に抱き枕にされてるだけです。
あら、それは失礼。こちらの午前0時は幼女に抱き枕にされていたのです。慎んで訂正します。もう終わりなのね。バカ、諦めるんじゃない。何か助かる方法があるはず。バカはあなたよ。この状況で手も足も出るわけがないじゃない。おい、ちょっとこれ嘘だろ。まさかこれってあの時の。レイジ、これまでありがとう。あなたが死ぬところを見ないだけ私は幸運かもしれないわ。止めなさい、今すぐこの映像を止めなさい。もしゲームみたいにやり直しができるなら、次はもうちょっとだけ自分の気持ちに素直に。私が消えた後こんなことは。そう、あの後こんなことを言ってくれていたのね。知らなかったわ。あなたにしたら頑張ったんじゃないの。よくわからないけど渋い展開ですね。この後2人はどうなったのでしょうか。レイジ君なかなかかっこよかったね。そうね、まあレイジにしてはかっこよかったわよ。おお、コメントがだんだん伸びてきたよ。これもレイジ君となっちゃんのラブラブパワーのおかげだね。そして続きましては、なんと本邦初公開のマル秘スクープだそうです。次のは映像がないので音声でお楽しみくださいだそうです。どうぞ。あなたが私に現実も悪いもんじゃないって教えたりするから。もうあなたがいない世界では生きていけなくなっちゃったじゃないの。ちょっと何よこれ。なんでこんな音声が録音されてるのよ。え、何これ。こんなの私たちも知らないんだけど。これは確かに本邦初公開であるな。ダメよ、これは本当にダメ。オワリ、あなたなんでこんな音源を持ってるのよ。いや、あの時レイジ君のゴーグルのマイクがオンになってたみたいで、俺のゴーグルまで声が聞こえてきたからさ、念のために録音しておいたんだよ。いや、これ普通にまずいやつですから。ネットに流しちゃダメなやつですから。安心したまえ、
最後の方の本当にまずいところはカットしてあるからね。そういう問題じゃないでしょうが。でもここで逃げたら僕たちはきっと一生自分自身を許せない。僕はそんな人生を、夏美、君と一緒に過ごしたくないんだ。言うことまで薄っぺらい、ラノベの主人公みたいなんだから。笑ってしまうわ。あ、僕は平凡が取り柄だからね。ダメー！わー！わよ。いやー、お疲れ二人とも。一時はどうなるかと思ったけど、二人のおかげでなかなかに盛り上がる番組になったと思うよ。僕たち二人って後半はただ晒されてただけでしたけどね。終わり。今日という今日は、さっきのはやりすぎです。やっていいことと悪いことの区別くらいつかないんですか。いや、グダグダの番組で終わるよりはねえ。そんなの関係ないでしょ。僕が笑い者になるだけなら別にいいです。そんなのはいくらでもどうぞ好きにやってください。でも夏美さんを傷つけるのは許せません。本当に真剣に怒ってますよ僕は。オアリさん、夏美さんに謝ってください。レイジ。ああ、その夏美、悪かったね。少し調子に乗りすぎたよ。別に、もういいわよ。それからオアリさん、約束していた例のあれ、出してください。ああ。ありがとうございます。さあ夏美さん、行きましょう。え、どこに。どこでもいいですよ。とりあえずサブ生の打ち上げを二人でしましょう。え、あ、ちょっと。おい、レイジ君、打ち上げなら領収書を切っておいで。後で清算してあげるからさ。はい、ありがとうございます。もちろん領収書の切れるところに限るよ。それにしてもひどい目に遭いましたね、お互いに。そうね。でもよくあれだけのことを思いつくよな、ワリさん。そのことには本当に驚かされるよ。まったくね。だって私たちに番組のパーソナリティを命じておきながらあれだけの準備をしていたんでしょ。もし私たちがうまく司会進行できてたら無駄になるかもしれないっていうのによくやるわよ。
にせよひどい目にあったのは変わりありません。まあそうね。どうしたんです？思い出し笑いよ。あの出口に私が殺された後のレイジの言葉を思い出していたの。まああれは笑われても仕方ないですね。なんで？あのセリフ自体は全然おかしくないわ。むしろかっこよかった。素敵だった。男らしいと思った。とても嬉しかった。ありがとう、私のために泣いてくれて、怒ってくれて、本当にありがとう。夏美さん、確かに終わりにはひどい目に遭わされたけど、でもあのレイジの姿を見せてもらえたのだから全て許せるわ。むしろ感謝してもいいくらいよ。それにさっき終わりに対しても怒ってくれたでしょ。あれはずるいわ。ずるい？そうよ、あんなことされたらドキドキしちゃうじゃない。ねえレイジ、このドキドキは本物よ。決して一時の気の迷いや危機的状況での思い込みや吊り橋効果なんかじゃない。だからこそ怖いの。私はこの気持ちが本物だということを知っている。この気持ちがどこから来ているのかを知っている。誰かを思うということがこんなにも怖いものだなんて私は知らなかった。そしてこの思いが私の一方的な空回りで終わることを何よりも恐れている。そんなことない。え？そんなことはありません。だってなぜなら僕だって怖いですから。え？そうですよ、僕だって自分の気持ちがよくわからないです。だってこんな気持ちになったのなんて初めてですから。僕だって夏美さんのことが怖いくらい好きですから。その夏美さんのことが怖いってわけじゃありませんから、念のため言っておきますけど。初めて言ってくれたわね、その言葉。言うのが遅いのよバカ、不安になるじゃない。母からよ、見られちゃったみたいね、サブナマ。そうですか、なんかすみません。あれ、なんだか嬉しそうですね。母がね、最初の30分は何を言ってるのかわからなかったけど、後半の30分はそれなりに楽しかったって。そうですか。確かに私もそう思うわ。だってあの30分間はとてもジャッジメントセブンらしかったし、何よりも私とレイジらしかったもの。この夏のすべてが凝縮された30分、言うなれば私たちの夏の総集編って感じね。そう言われるとなんだかちょっと安っぽいですね。低予算な感じがします。では濃縮版と言い換えてもいいわ。ああ、それは随分と濃そうですね。ええ、あなたと過ごした夏は私の人生で最も濃く
意味がある時間だったから。楽しいことも悲しいことも恥ずかしいことも嬉しいことも全部レイジと共有することができた。あなたが私を変えてくれた。私の世界を、可能性を、未来を広げてくれた。基地に閉じこもっているだけの私に、この世界も捨てたもんじゃないと教えてくれた。この混沌の黒天使である私を、あなたという男が堕落させた。記念すべき夏だわ。だからあなたに感謝している。私を堕落させてくれてありがとう。私に恋を教えてくれてありがとう。あなたを好きになれてよかった。私の初めての恋があなたでよかった。心からそう思える。あなたを好きだと思うだけ自分のことも好きになれる。私の世界を変えてくれてありがとう。それは僕も同じですよ。僕も夏美さんを好きになれてよかった。そう、まあ当然でしょうけど。ところでレイジ。はい。あの時の約束を覚えているかしら。はい、この続きは帰ってきたらですね。うん。だからそのあの約束を今果たそうと言ったら、あなたはどう答えるのかしら。夏美さん、あの時の契りによって僕はあなたの下僕になったんですよ。断れるはずがありません。レイジ。夏美さん。私を話さないでよ。うん。勝手にいなくなったりしないでよ。うん。ずっとそばにいてよ。うん。ずっとそばにいるよ。私を裏切ったら呪うわよ。呪うって、でもずっと夏美さんと一緒にいられる呪いならかけてもらってもいいかもしれませんね。そう。でもそんなことしなくたって、私はあなたから離れたりなんてしないわ。だってレイジ、私の世界はあなたがいなきゃ始まらないんだから。